日本東京都新宿区四谷四谷は東京都新宿区の地名で旧四谷区の地域内である。町名では四谷だが駅周辺地域を四谷四谷と表記されることもある。住居表示未実施で一丁目から四丁目まで存在する。また、この地区を中心とするかつての行政区の名前でもあり、この周辺を指す地域名称でもある。今日、 四ツ谷地区という明確に線引きされた地区が存在するわけではないが、行政サービスにおいては、新宿区四ツ谷特別出張所管区域会、四ツ谷警察署管轄区域を指し、これらはほぼ、新宿区発足直前の旧四ツ谷区域に準じている。他にも、四ツ谷の総鎮守である、須賀神社の宇治国域とする見方もあり、実際にはおよそ旧四ツ谷区域のうち、新宿地区と、 明治神宮外苑一帯を除いた地区、JR 線、外苑西通りに囲まれた地区と、その周辺の総称である。また町名場の四谷とは、四谷一丁目から四谷四丁目のことである。新宿区内の牛込新宿地区、千代田区麹町地区、港区元赤坂に隣接しており、ホテルニューオータニや上地大学、東宮御所、迎賓館、新宿御苑、 明治神宮外苑などに資金。江戸時代後期の1829年編纂の五府内尾行の記載によると、かつては旧四谷区域にとどまらず、江戸城外堀西の郊外をも含む広大なエリアの総称として四谷が使われていたこともあった。このほか麹島地区清井町に存在した税務署の名前は四谷税務署であった。このように四谷地区は、 時代とともに大きく移り変わっている。江戸時代の四ツ谷干渉町名旧四ツ谷区域と町名の遠隔1943年の町名整理における町区域の対象図四ツ谷見つけあと江戸時代以前には、後の内藤新宿町のあたりまでを含めて塩塔の里、あるいは塩日の里、四ツ谷の原などと呼ばれるすすき原であった。四ツ谷という言葉が文献上に 初めて登場するのは1590年に内藤清成が記述した天正日記である。清成がこの付近を調査する際に派遣した家臣の道案内をした角外村の席のゴロベ衛が別名四ツ谷ゴロベ衛と呼ばれていた。この四ツ谷が何を意味するかは不明である。その後、徳川家康が甲州街道と大梅街道を設置した際、その途中に設けられたのが 四谷大木戸で、これが地名として、初めて付けられた四谷である。1634年、江戸城西北に外堀を設置することになり、立ち退きを余儀なくされた麹町地,地区の自社軍が四谷地区に移転し始めた。須賀町、若葉二丁目一帯に寺院が多く見られるのはこの集団移転によるものである。外堀が完成したのは1636年。堀の岸は、 石垣で築かれ、合わせて、見つけが設けられた。京 JR 四谷駅付近に見られる四谷見つけ跡は、当時の名残の一つである。寺院の移転と見つけの設置により、四谷地区の様相は一変した。寺院の周辺には、門前町屋が軒を並べ、商人職人の活動が栄えた。これに加え、1657年の明暦の大化は、 江戸市街の三分の二を消失するほどの規模だったため、大化を逃れ、四谷地区などの外堀周辺に移り住んだ人も少なく、なかったと言われている。四谷地区は徐々に江戸市中に組み込まれ、郊外地区から都市部へと変貌していった。1894年、神戸鉄道の市街地延伸により、四谷駅と品の町駅が開業。原材料や商品の輸送が容易になり、 マサキ鉛筆や岩井紹介、村井紹介のタバコなど、四ツ屋地区の製造業は、飛躍的に発展した。名前の由来大きく二つの説があるが、いずれも、定説とはなっていない。まず、梅屋、木屋、茶屋、布屋の四軒の茶屋があったため、四ツ屋となったとする説だが、この四軒が揃ったのは原名になってからであるため、江戸時代以前から、四ツ屋と呼ばれていた説明がつかない。 もう一つは千日谷、明画谷、千田谷、大上谷の四つの谷からとの説だが、これもわざわざ四つの谷だけを抜き出す理由がなく、すでに江戸時代からギギが出されている。四谷を舞台とした作品級四谷区一基にある史跡、旧跡、文化財四谷地区は東西に伸びる道路と南北に伸びる道路が整備されており、古くから交通の要所と言われてきた。 これらの道路に沿って、鉄道、地下鉄が整備されている。安国通り直下には、都営地下鉄新宿線が、新宿通り直下には、東京メトロ丸の内線が、外堀通りから、首都高速4号新宿線に沿って、JR 中央線が伸びている。これに加え、1996年外堀通りに沿って、東京メトロ南北線が開通した。遠隔廃止された。 交通網1903年12月に東京市街鉄道が新宿駅に乗り入れて以来1970年の第5次都電鉄去までのおよそ70年間外苑東通り、新宿通り、外堀通り上を路面電車が走っていた。また、1915年から1945年までの30年間、京王電気軌道の起点は原新宿4丁目。 交差点そばの京王新宿山頂梅ビル建設地付近で、甲州街道に沿って西に路線が伸びていた。この起点駅の名称は何度か変更され、四谷新宿駅という名称になったこともある。起点駅は1945年、新宿西口に移設された。現在、旧四谷区域には小学校が5校、中学校が1校、高等学校が2校、大学が1校存在する。 新宿区内の児童数、生徒数の減少により、平成に入ってから小中学校の統廃合が四谷地区でも行われた。かつての四谷見つけ橋東京都新宿区の地名で、四谷地域内である。四谷地域の東部に位置し、千代田区との草街にあたる。2017年12月1日現在の世帯数と、人口は以下の通りである。区立小中学校に通う場合、 学区は以下の通りとなる。新宿区立四谷第五小学校について学校の歴史や歴史的な校舎建築について書かれた資料はないか。吉本工業東京本部が旧四谷第五小学校に移転、職員室で会見、新宿区教育100年市新宿区教育委員会、1976年、東京都人口統計課人口調査係。 平成22年東京特殊町村町長、別報告。2015年12月11日閲覧。AB、住民基本台帳人口町長別世帯数及び男女別人口。新宿区。2017年12月22日閲覧。郵便番号。日本郵便。2017年12月22日閲覧。市外局番の一覧。 総務省、2017年12月22日閲覧。通学区域、新宿区、2017年12月22日閲覧。ありがとうございます。